三社祭礼囃子は、演州横須賀山熊野神社大祭にて囃される、祭り囃子である。静岡県無形文化財第1号に指定されている。江戸時代、演州横須賀第14代城主西沖守戸田高が、参勤交代で江戸にあった時、その家臣に江戸の祭礼囃子を習い覚えさせ、演州横須賀に伝え、古来のものも取り入れて、 独特の名調子を作り出したものと伝わる。三者祭り例とあるが、これは三熊の神社が地元で三者様と称されていたことによるもので、浅草の三者祭りと直接の関係があるわけではない。天保年間、町方勇士が江戸にで赴き習い直し林の乱れを正した。さらに、明治初期にも、再び勇士が江戸に足を運び技を鍛え、 現在に伝わる三者祭礼林が完成されたと伝えられている。道中林と称し、根里引き回しの際に生やされる。たぐりまれな調子であり引き手と根里に独特な動きを与える。薬大子と称し、神前及び拡張会所にて生やされる。明治期以前は神前と上司のみに対して生やされていた。儀礼大子とも言った。横須賀十三が、 町それぞれ特有の薬大工を生やす。東東演習横須賀山邪祭り霊場屋保存会、米バックマシン。ありがとうございます。